実は超危険だった意外な食べ物を知っていますか？やっぱりアイスは最高ね。ストップだ霊夢、それは危険な食べ物なんだぜ。え？何を急に？この世には、タバコや酒より体に悪いものがたくさん出回っているんだ。アイスもそのうちの一つなんだぜ。でもアイス程度で、体に害が出るわけないでしょ？私は毎日食べているけど、これが原因で病気になったことなんかないわよ。そう思っていられるのも今のうちだぜ。ということで今回は、超危険な絶対に食べてはいけない食べ物を10選紹介していくぜ。視聴者の皆様もいろいろ意見があると思うから、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目は納豆巻きだぜ。納豆巻きって美味しいわよね。納豆好きにはたまらないわ。納豆巻きは納豆が海苔で包まれた食べ物だぜ。納豆は発酵食品として知られており、体にいい食材の一つだ。じゃあ体に悪い要素なんてないじゃない。そう思うだろ？でも納豆巻きは、塩分が多く含まれている食べ物なんだ。特にコンビニで売られているやつは、あまりおすすめできないんだぜ。そんなに入っているの？納豆巻き1本には、2g も塩分が含まれているんだ。たったの 2g？ 少ないじゃない。これを1日分の摂取量から考えてみるとわかるぞ。人間の1日あたりの塩分摂取の推奨量は、7.5g 以下と言われているぜ。それに対し納豆巻き1本には、1日分の塩分の4分の1も取ることになるんだ。そう考えると結構な量なのね。食塩の取りすぎは、健康を害する原因にもなるからな。特に高血圧の人には注意が必要だぜ。私は血圧は高くも低くもない。普通の血圧だから平気よ。腹回りが気になる人もやめた方がいいぞ。わ、私のお腹を見ながら言わないでくれる？それと納豆巻きはコンビニのおにぎりと同様に、加工段階でご飯が機械にくっつかないように工夫されているんだ。どんな工夫がされているの？食用の油脂を塗っているんだぜ。その分カロリーも高くなっているし、さらにご飯も多く使われているから糖質量も高いんだ。だから納豆巻きは危険な食べ物なんだぜ。全然知らなかったわ。何も知らずにいっぱい食べていたもの。高血圧の人以外にも、食事制限中の人や心臓病を持っている人は注意が必要だ。その中でも特に、食塩を取りすぎないように言われている人は絶対に控えるべきだぜ。食塩の制限はされていないけれど、健康を維持したい人はやめた方がいいわね。とはいえ、だるさや疲れを取る高疲労効果もあるらしいからたまに食べる分には構わないと思うぞ。二つ目はサラダチキンだ。何を言っているのマリサ？名前にサラダって入っている時点で、すでに健康食品じゃない。名前に騙されているようだな。サラダチキンとは、主に鶏胸肉に味をつけて加熱した食べ物だぜ。そのまま食べたり、サラダの具材にしたりといろいろな食べ方ができるぞ。別に変なところは何もなさそうに見えるけど、サラダチキンは、ゴリゴリに加工されていたり添加物が入っていたりするんだ。そうだったの？特にコンビニのサラダチキンには、代表的な添加物として、加工でんぷん、塩化カリウム、リン酸ナトリウム、香料が含まれているぜ。加工はされているけど添加物は少ないのね。そしてコンビニのサラダチキンは、長期保存ができるように加工されているんだ。だから添加物はゼロではないんだぜ。添加物が良くないことはよく聞くけれど、なんで加工食品は体に良くないの？加工食品が体に悪いというのは、多くの研究でもわかっていることなんだ。例えば心疾患や血圧、血管年齢のリスクとかが挙げられているそうだ。なるほど、じゃあ食べ過ぎや依存性に注意しないといけないわね。それとコンビニのサラダチキンは、どこの国の肉なのか、あやふやなものが多いんだぜ。それは確かに気になるわよね。私もお肉を買うとき、どこ産のものかを確認してから買うもの。霊夢は何でも食べるから、気にしてないと思っていたぜ。それくらいは気にするわよ。だって日本やアメリカ以外ではホルモン剤を使っている場所もあるんでしょ？よく知っているな。現在日本やアメリカでは、ホルモン剤などの使用は禁止されているんだが、他の国ではまだまだ使用しているところがあるらしいぞ。そう考えると、健康を害することはほぼ間違いないわね。どんなに美味しいものでも、どこの国の肉かわからない場合は避けた方がいいぜ。私も気をつけながら食べるようにするわ。三つ目はアイスクリームだぜ。さっきマリサが私に注意したアイスクリームね。アイスクリームとは、牛乳などを原料に冷やしながら混ぜて凍らせたお菓子だぜ。暑い日に食べてもよし、こたつに入って食べてもよし、最高な食べ物じゃない。ところがアイスクリームには、体に悪いものがたくさん入っているんだぜ。代表的なものだと、糖分が多く入っていることだ。それはなんとなくわかっていたわ。アイスクリームには砂糖が大量に使われているからな。糖分が多くカロリーが高いことが理由の一つだぜ。糖分を取りすぎると、どんなことが体に起こるの？糖質過多になると、まず太りやすくなるぜ。じ
直球で言うじゃない。それと脂肪肝になったり、老化が進んだりして生活習慣病になりやすくなるんだ。脳梗塞や心筋梗塞の原因にもなるから、気をつけてほしいぜ。確かに最近お腹周りが気になっているわ。それは、食べてすぐ寝る生活をしているせいでもあるだろ。ちゃんと外で歩いたり運動したりしてるわよ。それ以外にも添加物が入っていたり、体を冷やすから代謝能力が低下したりなど、様々な理由が挙げられているぜ。体を冷やすとダメなの？体が冷えると胃腸の機能が低下して、便秘や下痢の原因になるんだ。その他に、腰痛や肩こりになりやすくなったりするぜ。ひーって、でもアイスクリームは美味しいのよ。それと霊夢が食べたアイスクリームは、私の名前が書いてあったはずなんだぜ。そんなに太りたいんだったら、魔法でもかけてやるよ。すぐに買い直してきます。四つ目はカップラーメンだぜ。これはよく聞く話よね。カップラーメンとは、乾燥麺や生タイプ麺などの即席麺類を、食器として使用できる容器に入れて火薬を添付した食べ物だぜ。お湯を注ぐだけで手軽に食べられるから、よくお世話になっている人もいるんじゃないか？私もよく食べているわ。夜中に食べるカップラーメンほど、美味しいものはないもの。それはそれでやめた方がいいぜ。正論すぎてグーの根も出ないわ。でもカップラーメンが体に悪いのは有名な話だけど、具体的にどんなことが原因なの？端的に言うと、栄養が偏ってしまうんだ。カップラーメンの成分は、ほとんど炭水化物でできていて栄養が偏ってしまうんだぜ。それ以外にも塩分が多く、カップラーメン1個食べただけで1日必要な塩分の量を上回ってしまうそうだ。嘘？そんなに塩分過多な食べ物だったの？ああ、特にスープまで飲み干してしまう人は注意が必要だ。残すのがもったいなくて、ついついスープまで飲んじゃうのよね。塩分を取りすぎると腎臓に負担がかかってしまって、むくみや疲労感などの症状も現れるそうだ。他にも大量の添加物が入っていたり、脂肪分も多かったりで危険なんだぜ。そんなに怖い食べ物だなんて、全然知らなかったわ。ちなみにカップラーメンを食べ続けていると、化学調味料の過剰摂取になって最終的には味覚が狂ってしまう恐れもあるんだとか。味覚が狂っちゃうだなんて嫌すぎるわ。それに油も多く含まれているから、動脈硬化や細胞機能の障害などの健康被害が起こる恐れもあるんだぜ。また、発がん性のある物質も入っていたりと危険なものが様々だ。発がん性物質まであるだなんて、カップラーメンって怖いわ。健康を維持するためにも、カップラーメンは控えた方がいいわね。霊夢の場合は食べ過ぎて太る方を考えた方がいいけどな。そんなに食べてないわよ。じゃあ霊夢は1日に何個カップラーメンを食べているんだ？多い時だと5個。それでスープまで飲んでいるなんて、さすがに食べ過ぎだぜ。5つ目はシリアルだぜ。シリアルはどう見たって健康食品じゃない。ダイエットにいいってよく聞くもの。シリアルとは、トウモロコシ、麦類、米などの穀物を押しつぶして、フレーク状やパフ状にして食べやすく加工した食べ物だぜ。手軽に食べられて健康的なイメージから、朝ごはんやおやつ、ダイエット時のちょっとしたおやつに食べている人もいるんじゃないかな。ほら、健康食品って言われているじゃない。健康食品としてよく知られているけれど、実はとんでもない食べ物なんだぜ。シリアルといっても、いろんな種類があるわよね。特に気をつけたいものはどんなものかしら？そうだな、ここで例として、ある大手食品メーカーのグラノーラの原材料を見てみてほしいぜ。よくある内容物じゃない。いやいや、これをよく見てほしい。たくさんありすぎるが、添加物が不自然に16種類も記載されているんだぜ。ふむふむ。健康そう、体に良さそうと思って食べているシリアル商品は、実は添加物まみれの穀物加工品だったんだ。ショックだわ。それに、シリアルには砂糖も大量に入っているんだ。16種類もの添加物と大量の砂糖。そして添加物の多くが甘味料や保存料なんだ。体にいいと思っていたのに、その麻薬の食べ物だったのね。私もおやつ感覚で食べていたから、真実を知ってショックだったわ。まさか自分が進んで体の悪いものを取っていたとは、思いもしなかったよな。でも私はシリアルが大好きなのよ。霊夢はおやつ以外にも間食として食べているから、しばらくはシリアルは没収だぜ。そんな、6つ目は牛乳だぜ。牛乳もダメなの？牛乳は早体にいいって聞くのに？牛乳とは、牛の乳汁だぜ。栄養価が高くて、様々な乳製品の原料や菓子、料理の材料に使われているな。牛乳といえば、カルシウムが豊富だから成長期の子供や、骨の弱い高齢者に不可欠な食品って言われているわよね。ああ、でも大人になると一部の人は乳糖を分解する酵素が少なくなったり、酵素の働きが低下してしまったりするんだ。特に良くないと言われている牛乳の成分だと、牛乳に含まれるカゼインというタンパク質が危険とされているな。カゼインって確か母乳にも含まれているわよね。よく知っているな。でもこれは、人間の母乳に含まれるカゼインとは種類が異なるんだ。
腸管の炎症を引き起こしやすく、慢性的なアレルギーの原因になりやすいそうだ。牛乳がアレルギーの原因になるだなんて。それ以外に注目してほしいのは、牛乳に含まれる乳糖だ。分解されなかった乳糖が大腸に届き、ガスト酸を発生させて腸を刺激してしまうそうだ。牛乳を飲んだらお腹が痛くなった、なんて経験ある人もいるんじゃないか？まさに私がそれよ。牛乳って飲むとお腹が痛くなるから、飲みたくても飲めないことがあるのよね。だから暑い日でも、いつも温めて飲んでいるの。温めると甘くなるから、飲みやすく感じるよな。牛乳を飲むとお腹を壊してしまうって人は、アレルギーか乳糖不耐症かもしれないな。自身の体に合わないと思ったら、控えてみるといいぞ。どれほど体にいいものだとしても、成長していくと体に悪いものに変わるものもあるのね。霊夢は何でもかんでも牛乳を注いでいそうだけどな。私ヨハネス・フェルメールの牛乳を注ぐ女だと思われてる？七つ目はパンだぜ。意外な食べ物が来たわね。パンってそんなに体に悪い食べ物なの？ああ、特に朝にパンを食べる人は注意だぜ。朝にパンを食べると、体が昼も夜もパスタやうどんなどの糖質を欲しがるようになるんだ。え、なんでマリサが私の食生活を知っているの？これは人間の性質らしいぞ。朝にパンを食べることで、糖質の無限サイクルができるんだぜ。糖質の過剰摂取は、胃もたれや下痢といった胃腸の不調も起こるんだ。胃腸の不調まで知らなかったことばかりだわ。さらには高血圧や糖尿病、心筋梗塞といった生活習慣病、アレルギー疾患、癌、認知症などなど、様々な病気の発症や悪化に影響するそうだ。パンが原因で、癌や認知症になるのは嫌すぎるわ。それと、パンを食べると腹持ちが良くなる感じがしないか？あるあるだわ。朝はパンだけで済ませることが多いもの。でもなんで腹持ちが良くなるのかしら？実はその理由は、消化が悪いからなんだぜ。パンって消化に悪いの？パンは消化が悪いと言われる原因は、原材料である小麦を多く使っているからだな。つまり、パンだけではなくうどんやパスタなども同じように消化が悪いと言えるんだぜ。パン以外にも、うどんやパスタもダメなのね。特にパンには小麦が使われているだろ？小麦には、グルテンと呼ばれる成分が含まれていて、このグルテンが腸に影響を与えるんだ。だから消化が悪くなるのね。パンが今まで聞いた中で、一番悪い食べ物に見えてきたわ。ちなみにパンは生活習慣病に影響するから、パンをやめると痩せやすい体質になるぞ。今すぐ朝にパンを食べるのやめるわ。三日坊主になりそうだぜ。八つ目はサクランボだぜ。サクランボって美味しいわよね。サクランボの実が二つついていると、当たりって感じがして好きだわ。サクランボとは、バラ科サクラ属サクラー属の果樹である実桜類の果実だぜ。私たちが食べているサクランボは、桜の果実の中でも西洋実桜を通称サクランボって呼んでいるぞ。ちなみに霊夢、サクランボは一回に何個食べている？え？そりゃあパックで買ったサクランボ全部に決まってるじゃない。ひょいひょい手頃に食べられるし、手も汚れないから楽でいいのよね。やっぱりそうだと思ったぜ。実はサクランボは、一度にたくさん食べるのは良くないとされているんだ。え、だって一つ一つが小さい実なのよ。それなのにたくさん食べるなだなんて、無理な話に決まっているわ。サクランボは、一度に大量に摂取すると腹痛を起こしたり、消化不良による下痢が起きたりする可能性があるんだ。ちなみにこれは、サクランボに限った話ではないぞ。なんでお腹が痛くなるの？サクランボには食物繊維が含まれているからだぜ。あれ？食物繊維って体にいいんじゃなかったっけ？通常であれば、食物繊維は便通の改善に良いと言われているな。だけど食物繊維は取りすぎてしまうと、かえって逆効果となることがあるんだぜ。そうだったの？そんな事情があることなんて知らずに食べていたわ。そういえばさっきサクランボに限った話ではないって言ったけれど、例えば他にどんなものがあるの？食物繊維は果物や野菜に多く含まれているぞ。例えばアボカド、キウイ、イチゴやバナナもあるな。全部私の好きなものばかりじゃない。食物繊維を取りたいんだったら、水溶性食物繊維を多く含むものをおすすめするぞ。水溶性食物繊維って？水に溶ける食物繊維で、ネバネバした食事に多いんだぜ。体内をゆっくり移動するため腹持ちが良いとされていて、食べ過ぎ防止になるそうだ。話はそれたが、水溶性食物繊維や普通の食物繊維も、取りすぎは腹痛を招くんだぜ。じゃあサクランボは1日何個なら食べていいの？そうだな、1日にだいたい15個が目安とされているな。たったの15個？食事バランスガイドによると、果物は1日 200g が適量とされているらしいんだ。サクランボ1個の重さは種や軸を除くと 6g 程度、200g はだいたい30個になるぜ。それなら30個くらい食べてもいいんじゃないの？サクランボばかりではなくて他の果物も摂取してほしいんだぜ。だから日常的に食べるなら半分の 100g つまり15個がいいそうだ。サクランボ狩りとかでたくさん食べたいときは、30個くらいを目安にするといいぞ。
毎日サクランボ狩りに行こうかしら。下痢になっても知らないぞ。うぐっちゅう5個にします。9つ目はフルーツジュースだぜ。フルーツが入っているのにダメなの？フルーツジュースとは、リンゴやオレンジ、ブドウなどを絞った飲み物のことを指すぜ。日本の食品表示基準上は 100% 果汁のことを指すそうだ。フルーツジュースとか果汁とか言われているな。フルーツジュースって果物がたくさん入っているから健康にいいんじゃないの？実は健康にいいと思われがちなフルーツジュースは、加工過程で栄養が失われてしまうんだぜ。そうだったの？野菜や果物には、体を健康に保つために必要なビタミンやミネラル、食物繊維が多く含まれているぜ。だけど野菜や果物を豊富に使っているはずのフルーツジュースは、野菜や果物をそのまま食べるよりも栄養が少ないとされているんだ。なんで栄養が減っちゃうの？なぜかというと、加熱処理の製造過程でビタミンなどの栄養素の大半が失われてしまうからだぜ。加熱すると栄養がなくなっちゃうの？そうなんだぜ。でも野菜ジュースのパッケージに1日丸々分の野菜が取れるとか記載されているわよ。ああ、それは1日に必要な野菜を材料として使用しているという意味だぜ。だから、実際の野菜を食べた時と同じ栄養が取れるわけではないんだ。それに、添加物も多く含まれているから危険なんだぜ。なんか騙された気分だわ。嘘はついていないからな。フルーツジュース大好きだったのに、体に悪いものだったのね。栄養満点だと思っていたのに、栄養がないものを飲んでいたとは思わなかったよな。霊夢は栄養がないものが好きだからいいんじゃないか？確かに食べることは好きだけど、栄養は考えているわよ。最後、10個目はタピオカミルクティーだぜ。一時期流行ったわよね、タピオカミルクティー。タピオカミルクティーとは、ミルクティーに大粒のタピオカパールを入れた台湾発祥の飲み物だぜ。いきなりだが霊夢、タピオカは何が使われていると思う？考えたこともなかったわ。何かの実とかかしら？実はタピオカの原料は、芋類由来のデンプンなんだぜ。芋からできてたの？そうなんだぜ。タピオカの原料は、熱帯で育つキャッサバという芋類なんだ。でも芋が原料なら栄養もあるでしょ？芋類が原料ではあるけど、炭水化物以外の栄養素はほとんどないんだぜ。どうして栄養がないの？それは、タピオカはデンプンをお湯などで練って作るからだぜ。前に説明した通り、本来あるはずの食物繊維とかが加工の段階で失われてしまうんだ。それと、タピオカミルクティーはカロリーが高いんだぜ。そうは言っても、単なる飲み物でしょ？芋が入っていたとしても、そんな高いわけないじゃない。いやいや、それは勘違いなんだぜ。タピオカミルクティーで使用されているタピオカは、冷たいミルクティーに入れるために硬くならないようにされているんだ。そのために、砂糖水につけて柔らかさを保つようにしてあるんだぜ。そっか、この段階ですでに茹でたタピオカと砂糖水のカロリーになるのね。ああ、そこにミルクティーの糖分と牛乳のカロリーが足されるだろ。するとタピオカミルクティーのカロリーは、一杯あたり400キロカロリー弱になるんだぜ。400キロカロリーって相当じゃない？400キロカロリーというと、あっさり系ラーメンと同等程度だな。しかも糖分量はラーメン以上だ。つまり、一時期流行ったタピオカミルクティーは、特に女子高校生の中で流行っていたみたいだけれど、ラーメンを持ちながら歩いていたのと変わりないんだぜ。いやそんな女子高校生見たくないわ。だからタピオカミルクティーは危険なんだぜ。カロリーのことを考えると、相当ヤバいものだったのね。それを知らずに霊夢はガブガブ飲んでいたけどな。確かに飲んでいたけれど、でもラーメンと置き換えられたくないわ。カップラーメンを食べつつ、タピオカミルクティーを飲んで、ヤバいやつだぜ。旗から見たら、本当にヤバい人になってて嫌すぎるわ。この世にはいろんな食べ物が存在するけれど、こんなに危険なものも存在していたのね。カロリーの高いものだったり、病気になりやすいものだったりと世の中には恐ろしいものが存在するんだぜ。でもどうしても食べたくなるときは、どうすればいいの？絶対食べてはいけない危険な食べ物とは言ったが、頻繁に食べるのでなければいいと思うぞ。食べ方の工夫もすればベストだと私は思うぜ。じゃあ健康なうちに食べるのが吉ね。だからって食べ過ぎは良くないぜ。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょうだぜ。